阪神優勝やりました。本当に長いことかかりましたけど、それまでにね優勝できるチャンスあったんですが、今年は違う、ぶっちぎりで余裕持って何のプレッシャーもなく優勝しました。本当に強くなりました。強い。まあ今度ね、今年関西ダービーじゃないけども、オリックスも阪神と日本シリーズできますよ。これはもう楽しみです。本当にね、結果ね、あのクライマックスがあるんで分かりませんがね、優勝優勝、関西優勝、2チーム優勝で、これは本当に嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。西鍋でお医者さんやってんだ。歯医者。今やってるんですか。西鍋歯科。開業ですか。で、俺この間東京で会ったら、今さん行ってやってください。赤、俺歯医者決まってるか。僕も行けるよ。早く言ってくれたらなんか。西鍋歯科。ここにあるかわからん。やってるんですか。見えるんだよ、社員が。食べようかなって。あの入れるの見たら、これはもう殺されるわ。あれ堂々と入れますよ。ねえ、でもこんなの。三種類ぐらい。だいぶ入れましたね。お母さんから。あれを今日何とか繋がせたい。レフトの前です。久保田。レフトも守ってる。これ休ませてくれよ。マジですか？これ9番や。チャンプが1番。9番あったんや。これ休ませてくれよ。もう1人で休ませてくれよ。打たせたら昨日はなるのかな。2年間マリガさんがバンプ。83年だよ。ニューヨーカー。84年。84年。これが998個目の盗塁になりまして、あと2個です。2つぐらいのためにられましたね。まあしかしこのところ勢いがなくなってますね。そうなんですよね。発売がね、この2つの1試合に決められるかどうかと。早いと思うから早いかどうか。今日は非常にいいよ。星野の良さはね、遅い遅くと終息と変わらないからね。ピッチャーで一番いいやつ見せて。でも2つあんまり出してくれないですもん。そうそうそう。できれば決めてしまいたいところでしょうけど。何年だった時がバーターいつでも休んでますけど。状況ですね。あのね、昨日よりは今日の方が少し良くなってるということなんですが、まだ走れば状態ではない。さっきね、スピードが。7月11日にね、
セーフティー、2000円で、シャンパー、ドラゴンハントの阪急のドラゴンは、かっこいいね、かっこいいね、もし、めちゃくちゃスマートやな、これ、絶対にこれ、山田の場所は、切羽詰まった気分でもない、しかも大差で、すげえ。ゲーム差が2つ叩いて6ゲーム半だ。ゲームが長いから低いところはあ、しかしまあね、1試合2試合はね、どうしてもそういうゲームはありますわね。おまわりかおまわりかおまわりライトはあんなに遠いところに置いてあるのか知りませんでした。だから打ったらしかし本当にむしろ早い可能を捨ててこの村田が古いからスピード感の後ろに出ないから。いやこれはもう今の時代の肺が早いですよ。ちょっと早いな横ですよ村田さん、僕上ですよ。さあ次はどうでしょう。横からですから興味が膨らんできました。星野さんってあの今日ちょっとだと思います。しかもあれは違いがすごい。あれはすごいこれあれはすごいこれあれはすごいこれ見てて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 見てよかったなぁ。久々の再会されていかがでしたか。久しぶりの再会だ。7年ぶりかね。そうですね。7年ぶりで10打点。これも、もうこんだけ5分だった。いやもう、でもこれはすごいよ。すいません。ああこれ、バットより太い腕。現役時代スマートでしょ。スマート、さっき言ってスマート、スマート。でもね、三冠王とって殿堂入りはもう悔しいな。今年のあれ殿堂入りされるのは期待してますよ。あのマスコミの人、投票する人は勉強せないです。Thank you。ようやく。今日は久々に再会だと思うんですけど、いかがでしたか。まあ、ブーマ、まあ、同級生なんですけど。あ、同級生なんですか。すいません、初めて知った。まあまあ、同級生なんですか。クマさんから電話あって、まあ、ブーマ来てるから、お前、ショッピング前に、はい、僕に喋っていいですか。はい、お願いします。いや本当にさっきねあのカメラ回っていないところでいろいろ話をしたんですけども、本当にファースト守ってくれてて、本当に大事なワンアウトを取れたっていうのが非常に思い出だし、よく打ってくれたし、まあ なんだろうなすごい楽しかった。ブーマーとしてもうそういう思い出がいっぱいでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。おい、すいません、福本豊か YouTube チャンネルです。久々の再会、いかがでしたか。いや再会はブーマーね、
しいやつ。僕は7年ぶりやと聞いたことない。今再開ならいつでもいいでしょ。マネーデュラーね。こうどうかすると1年ごと変えたりというケースもあるわけですね。今確か近鉄は long time long time teammate と友達。そうですね。long time ね。long time。ほんまこんなん久しぶりやもんね。こんな長いことおるわけないよ。集まることもないしな。